全日空淡路島空中接触事故とは旅客機と新聞社機が空中で接触した航空事故である。定期旅客機による空中接触は日本では初めてであった。1969年12月14日、全日本空輸547便は伊丹空港を11時13分に離陸し松山空港へ向かった。547便には 乗員4人と乗客41人が搭乗しており、大阪湾上空を上昇し、有志海飛行による水平飛行に移った。この時速度時速 390km で高度 3150m であった。一方の読売新聞社が所有する総発レシプロ機のビーチクラフト機も、ほぼ同じ11時頃に、伊丹を離陸したが、これは右エンジンを交換したため、 テスト飛行に向かったもので、大阪湾上空を速度時速 220km で飛行していた。当日の天候は、快晴で、指定 30km あった。11時22分頃、兵庫県淡路島の岩屋上空 3150m で、両機が空中接触した。 西南西に向かっていた547便の機長が、景気チェックをしていて顔を上げたところ、右斜め上方向に南南西に向かっていた読売新聞社機を発見し、衝突回避のため機種を下げたが間に合わず接触した。事故原因は、双方とも相手の存在に気づくのが遅すぎた単純なミスであるという。この接触により547便の左主翼端は、 端から2メートル引きちぎれた。機体は左に傾こうとするようになったが、エンジンとケーキに異常がなく、制御も可能であったため、糸見に引き返し15分後に無事着陸した。一方の読売新聞社機は接触した、胴体株外反が損傷、両方のプロペラが曲がった上に、方向打が効かなくなり、強い振動、損傷の激しい右エンジンが停止するなどの影響を受けたが、 無事に帰還した。この接触事故で負傷者はいなかった。547便として運航されていた事故機 J8743 機は1969年7月24日に初飛行し8月19日に全日空が受領したばかりで新品であった。その上航空需要が伸びていた時期でもあり事故による休業を短くするため 三菱重工小巻工場で製造中の主翼を流用し1ヶ月後の1970年1月15日に復帰した。また事故機に付けられていた主翼であるが、こちらも修理され別の機体に取り付けられた。J8743、JA、a であるが、後に YS-11A500 に改造され、1991年にエアー日本にリースされ、1997年に 返却後の1998年1月26日に航空機登録を抹消された。退役後に香川県へ寄贈され、さぬき子供の国で保存展示されている。青木勝る YS-11 が飛んだ空から全182機それぞれの生涯、朝日新聞社2007年251ページ、民間機動士によるものとしては1938年に 大森民間機空中衝突墜落事故が発生したのが最初である。青木、前景書250ページ。青木、前景書251ページ。青木、前景書252ページ。青木、前景書252ページ。青木、前景書253ページ。ANA ニュース1998年1月12日。飛行機と電車。 YS-11 型航空機ことでん 60K62 号実物展示。ありがとうございます。